皆さんこんにちは、飛騨のまなみです。今日の動画はですね、私はなんと一切出てきません。今回の主役はニコです。ニコはですね、毎週月曜日にやっている YouTube ライブで一緒に出てくれているがんサバイバーのお友達なんですけれども、そのニコが東京でやっているお祭りかなに行ってきて、その様子を撮ってきてくれました。で、このお祭りは何かというと、東京雪祭りって書いてありますね。こちらスノーバンクというらしいんですが、こちらのサイトから概要を読み上げさせていただきます。スノーバンクでは楽しいから始まる社会貢献をテーマとして、普段献血ルームに足を運ばない若者に献血骨髄バンクを知って行動してもらうきっかけの場作りをしているそうです。そこで今回も当団体代表のプロスノーボーダー荒井田瀬義正が愛してやまないスノーボードを軸に、音楽、アート、食をテーマにした子どもから大人まで楽しめる東京雪まつりを東京代々木公園イベント広場にて開催します。このイベントを通して若者が楽しみながら献血骨髄バンクについて知り、行動することにより一人でも多くの患者さんが治療のスタートラインに立てる社会づくりを目指します。過去にもう10回以上もされている、イベントなんだけど、私は全然知らなかったんで、まあ、今回ねいいきっかけになったなとは思うんですけど、ここからちょっと注射とか映っちゃうので、はい、苦手な方は見ないでいただけたらなと思います。ドキドキ。そして不思議に思った方もいらっしゃるかなとは思うんですが、まあ、ニコも、約5年前に、抗がん剤治療を受けていまして、抗がん剤治療すると献血ができないっていう、まあ、情報もあるかと思います。それがですね、近年ルールが変わったそうで、抗がん剤治療を受けて5年以上経ったら献血できるようになったそうです。なので献血が大好きなニコちゃんはウキウキで行きました。はい、詳しいことは赤十字のサイトなど、あの詳しいところを見てください。ということで、いよいよですね、ニコが献血をされるところなんですけど、友達がガンの YouTuber で、撮影許可はこのブースに入る前にニコがしっかり確認取ってくれたそうです。ダメなところはあのもちろんモザイクをかけておきますので、はい、安心して見てください。いや、あのお気になさらず。ちょっとすみません、消毒ですね。映ったらやばそうなの全部編集するので、はい、編集は私がします。はい、血液が苦手な方は本当に見ないでください。ヘモグロビン濃度っていうのを調べたんですけど、問題なかったので、はい、ぜひ献血お願いいたします。はい、でも、水は同じ腹でキューッと圧迫してもらっていいですか。はい、ちょっと申告通り A 型で良さそうなので、今日 A 型としてお取り扱いいたします。はい、物理ってなってるのが吸収反応で、正確な検査結果はだいたい1週間から10日ぐらいでウェブ上に上がってくるので、そちらをご覧ください。はい、はい、A 型の良さかな検査をお願いいたします。だいたい針を刺したら10分ぐらいかかるんです。そしてね、今までは血液を、確認ですね、血液型を確認してて、これから、採血っていう感じになります。私も注射が本当に苦手なので、まあ、見るのは別にね、あ、大丈夫なんですけど、ドキドキしますね。いや、緊張します。で、私は輸血の経験はないんですけど、約5年前のね、手術の時に自己血採血っていうのをやりました。それは手術の時に
血が足りなくなった時に輸血をしてもらうのではなくて、前もってね自分で取っておいた自分の血を、また入れるっていう感じの、ものなんですけど、もし仮にその自分で取っておいた血も足りなかったら輸血になってたと思います。まあそう考えると、まあ、こうやってね献血をしていただいて、その血が他の人の、ね、役に立つっていうのは本当にすごい素晴らしいことだなと思いますし、一人一人のね力が大きな力になると思っています。そうは言っても、まあ、編集している私はこうやって献血を、ね、したことがないので、まあ、大きなことは言えないんですけど、まあ、私はこう手術の時にですね、まあ、当時の主治医に本当貧血がすごかったから、まずは自分の血を大切にしてねと言われています。献血ができない人も様々な理由があると思うので、みんなにやりなさいとかそういうことではないので、まあ、そこだけは、分かっていただけたらなと思うんですけど、もし仮に、まあ、別に注射嫌いじゃないよ、やってもいいよ、でもやったことないっていう人は、この動画を見て大体こんな感じなんだなって分かってもらえば嬉しいです。献血の時の針と、ね、自己血採血の時にやったの確かね同じくらいの針の太さなんですけど、かなり太めな針なんですよ。これがねちょっとビビっちゃうよね。このねモザイクかかってるのは一応個人情報のバーコードらしいので、これはダメですよって言われているので、しっかりモザイクかけていきます。ちなみに抗がん剤をしたがん患者さんとかがね、あの献血受けられる、まあ、5年以上経って受けられるようになったのは令和2年11月から変わったそうです。割と最近なんですよね。本当にまだまだあの私たちが献血できるよっていうのを知らない方本当にたくさんいらっしゃるんじゃないのかなと思うので、まあ、この動画が少しでもきっかけになればいいなとは思っています。そして横でね2個の血が機械でぐるぐる回されています。本当モザイクばかりであの見づらい動画になって申し訳ございません。そして献血をするとたくさんなんか品物がもらえるそうで、今回のこのスノーバンクではなんかたくさん素敵なものをもらったそうです。それがこちら。なんだか可愛いのいっぱいもらってますね。靴下もある。ジュースをもらえてニコニコな2個。バスケット専用の車椅子、こういうのも乗させてもらえるみたいです。他にも音楽や食のブースもあるみたいなので、来年は遊びに行きたいなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。